はい、こんにちは。税理士川南の YouTube へようこそ。オンライン上に税理士を味方につけるということで、オンラインサロンを運営している自営業専門の税理士川南です。本日もよろしくお願いします。本日のテーマはこちら、税金ラッシュ。まあ、年間のスケジュール、自営業の方向けにね、年間のね、税金のスケジュールを今日は紹介したいと思います。本当に税金ラッシュです、春から。本日の目次はこのようになります。自営業の税金の種類を紹介します。そして税金の金額についてざっくりと紹介します。あと、経費になる税金ってどれが経費になるかを紹介しますね。そして、最後に注意事点として、まあ、節税対策は年内に税金を支払うためにこういうこと気をつけたらいいよっていうのを最後に紹介したいと思いますので、動画最後の方まで本日もよろしくお願いします。はい、それでは自営業の税金ラッシュ年間スケジュールについて紹介していきたいと思います。本日の目次はこのような流れでいきます。さあ、自営業の税金スケジュールですけど、このようになっております。まず一番ね、皆さん知ってるの、所得税というものがあります。こちらは自分の事業に対しての税金です。これは例年2月の16日から3月15日までに確定申告をしますので、納付時期というのは、まあ、3月15日が締め切りです。で、これ気をつけないといけないんですけど、確定申告を出したからといって、納税がね、勝手に自動的にね、税務署の方で、なんか後でね、お知らせが来るってわけじゃありません。現金で払う場合は、納付書の方を自分で作成して、所得税を3月15日までに納めなければいけません。これは、申告書の締め切りと、納付の締め切りは同じですので、お気をつけください。で、書類だけ出したから大丈夫ではありませんので、そこだけご注意ください。そして消費税です。消費税がある方は、3月31日までに消費税を納めます。ここね、少し期日に、期間があるんですけど、だいたい所得税の申告書と一緒に合わせて消費税の申告書を出す方多いです。そして住民税です。これは今年のね、所得税確定申告を出したその次の春から前年の所得によって税額が決まってくるんですけど、こちら住民税の方は6月、8月、10月、翌年の1月とだいたい4回に分けて住民税の方を払うことになるかと思います。これは、住民税の方はお知らせが届い、皆さんお住まいの自治体の方から住民税のお知らせ通知書が来まして、合わせて納付書の方が入ってきます。で、こちらの方を払うことになります。そしてこちら予定納税というものがあります。予定納税はどういうものかと言いますと、これ全員があるわけじゃないんですけど、所得税の金額が多かった場合は中間ということで、次の年の所得税を前もって合わせて払ってくださいねっていうものがあります。それが7月と11月に来る方がいます。そしてこちら消費税も同じくです。この消費税の予定納税があります。消費税の額が多かった方はその次の消費税を前もって支払うと、消費税の金額によって、毎月の方もいらっしゃれば年に2回という方もいますので、ちょっと金額によっては違うんですけど、まあ、一応消費税の予定納税がある方もいますよということを入れておいてください。そして最後に個人事業税です。こちらはね、8月11月の2回に分けて支払うことになります。納付書がね、県の方から来ます。漏れなく封筒の中身は必ず確認してください。所得税の方は自分で納付書の書くなり、まあ、引き落としの手続きをされている方は口座から引き落としされます。これ消費税も同じくそうです。引き落としの手続きをされている方は口座の方から引き落としになるかと思います。自営業の税金は所得税、消費税、住民税、また予定納税がある方はこちら、消費税の予定納税がある方はここで、そして最後に個人事業税がある方はこちらというふうに、たくさんの税金が春からずっとほとんど、毎月まではいかないですけど、まあまあ春からね、税金ラッシュです。ですのできちんと資金繰りの方、もしくは払えるようにお金の方は準備しておいてください。さあ、それではじゃあね、このね、税金スケジュールは大体ね、分かったとして、じゃあ次です。いくらぐらい払わなきゃいけないのかっていうのをざっくりと紹介したいと思います。税金の目安です。所得税は、日本の場合はね、累進課税と言いまして、稼げば稼ぐほど上がっていきます。こちらちょっと表で紹介したいと思います。こちら、こんな感じですね。私よくこれ、毎年この本を買うんで、パッとカラーで見やすい。課税される所得税は、このように5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%というふうに、だんだん稼げば稼ぐほど、こう階段状で上がっていくっていうスタイルを日本は取っております。ですので皆さん、このね、所得がどこにあるかによって最初はね、 5% からのスタートです。どこに該当するかを見ていただくと、税額が 20% なのか、自分の所得税が 23% なのか、 33% なのか、 40% なのかっていうふうに分かるかと思います。所得税はこういう形で、個々にね、稼いだ金額によって違いますので、一律に所得税いくらですとは言えないんですけど、このような仕組みになっていて、 5% から最大マックス 45% までありますね。 45% も引かれたらほぼ税金ですよね。これプラス他の税金も来るってことですもんね。所得税はこのような形で、累進課税で 5% から最大 45% になります。そして消費税についてなんですけど、まあ、売上のまあ 10%、まあ、すごいざっくりなんですけど、これね、簡易課税か原則課税とかによってまた計算方法も違うんですけど、今回税金の目安ということで、消費税の売上まで 10%、 もう実際にね、支払った方の消費税も引くので、
10% ではないんですけど、今回はまあざっくりとね、消費税は売上 10% ぐらいは来るな、分かりやすく今消費税が 10% なので 10% と記載させていただき、そして住民税です。こちらは確定申告で出した所得に関しての 10% が住民税にかかってきます。これは、地方自治体によってね、ちょっとね、差額があるんです。それぞれの市によって決まりが違うので、まあ、ざっくりと約大体 10% としました。住民税が 10% かかってくると思ってください。そして先ほど言ったね、予定納税の話なんですけど、どうやったらかかってくるかと言いますと、前回の所得の3分の2ですね、が予定納税としてかかってきます。この予定納税はどういう人かと言いますと、前年の所得税が15万円以上あった方は、このように次の時に予定納税ということで、先ほど言ったように7月と11月に2回に分けてきます。だから例えば前年の所得税が30万円税金を払ったよっていう方は、7月に10万円を払って、11月にさらに10万円を払って、で確定申告で、きちんとした税額を出すんだけど、まあ、10万円、まあ、30万円を払うというようなイメージでいてください。実際にね、その年の金額、売上、所得ってわからないので、中間でね、払ったものが戻ってくる場合ももちろんあります。もしくは足らない場合は最後のね、10万円、10万円、10万円っていく予定が、まあ、7月に10万円、11月10万円で、最後に結局多くなって、まあ、20万円払うよっていうケースもあります。はい、そして消費税の予定納税なんですけど、これも同じく前回の消費税がいくらかによって払う方、払わない方が出てきます。前年の消費税が48万円以上だった場合、例えば、まあ、50万円前回ね、消費税で払ったとします。そうすると、消費税額が前回の消費税の半分、25万円を中間納付という形で、期の途中に払うことになります。初めて所得税が15万円超えた、消費税が48万円を超えたっていう方の初年度は、この間払ったばっかりなのに、その次半年後ぐらいに、ドカッとまた中間納付が来ますので、非常にその初年度がきついんですね。この辺はしっかりとスケジュールの中で、いつのタイミングで自分がいくらぐらい来るのかっていうのを把握していただかないと、資金繰りが大変なことになります。きちんとスケジュールに入れておいてください。このね、前年の所得が15万以上、48万円超えてこない方は別に中間納付になりませんので、年1回の確定申告の際に所得税と消費税を払えば OK、それだけになります。そして最後、個人事業税です。これね、本当に自営業の方、こんな税金もあるの?っていうふうにおっしゃる方が結構多いんですけど、自営業したら全員かかるわけじゃないんですね。どういうことかと言いますと、290万円の控除があります。ですので、青色申告書の65万円を引く前の金額、個人事業税は青色申告の65万円、10万円控除を引く前の金額で判断しますが、65万円を引く前の所得がいくら、まあ、利益がいくら残っているかによって、ここが290万円控除があるので、290万円以下だったら個人事業はゼロになります。払わなくて大丈夫なんですね。でもここが290万円を超えて、例えば、まあ、500万円利益が例えば残ってたとなりますと、500万からこの290万円の控除を引いた残りに対して5% 事業税がかかってくると思ってください。これ業種によって 5% じゃない方もいらっしゃるんですけど、大体の業種の方が 5% になっております。そして個人事業は同じようにまた年2回、8月と11月に来ます。納付書の方が届くので、そちらの方を見て確認してください。意外と漏れているというか、皆さん知らなかったっていうのが個人事業税です。所得税と消費税は国に払う税金になります。そして住民税は地方自治体、皆さんがお住まいの市や町に払うことになります。じゃあ個人事業税はどこに払うんですかって言ったら、これは県になります。お住まいの県に対しての税金になります。国、まあ、地方自治体、県ということで、それぞれビジネスをしている、自営業をしているところのお住まいの地域、国と地方自治体、県に対して税金を払う。っていうことですね。税金ラッシュが春から起こることになります。こんな形で3月から始まって、まあ6月、8月、10月、11月、7月、11月、また消費税のやつが入ったらもう一つ来ます。で8月、11月って感じなので、もう春から本当に税金ラッシュなので、この表を見ていてもね、私も改めて、あ、本当に日本って春から税金ラッシュだなと思っております。税金の中に経費になるものとならないものがあるんですね。で、経費になるのはどういうものかと言いますと、これ結構ね、会計ソフトに入力するときに皆さん迷って質問がめちゃくちゃ多い項目なんですね。一回毎回ね、教えるんですけど、また次の年になると忘れてしまうっていう感じなんですけど、お紹介しておきます。これ所得税って経費にならないんですかっていう方おっしゃるんですけど、これは自分の、ビジネスをした分と、そのプライベートの方の合算して出した税金になりますので、所得税の方は経費にはなりません。消費税の方は経費
になります。地に住ましている方を払う税金なので、こちらは経費として上げることができます。会計ソフトで処理するときは租税効果という科目で処理すればいいと思います。そして住民税、これはね、自分がお住まいになっているところに払うもので、こちらは経費になりません。ですので合わせて予定納税の方の所得税も、こちら同じように所得税が経費にならないように予定納税の方も経費にはなりません。そして消費税の、ね、予定納税ですが、こちらは、消費税が経費になるので、こちらは経費に上げておけばいいです。そして個人事業税もビジネスをしているからこそ発生する税金になります。個人事業税については経費に上げることができます。こちらも会計ソフトで入力するときは租税効果で振り分ければいいかと思います。これがね、ややこしいんですよね。所得税を経費に上げてらっしゃる方とかも多くって、いつも私が最終的に直すんですけど、住民税も上がってるわとかいうふうに結構多いので、こちら上げないように気をつけてくださいね。チェックする人がいるっていう場合はいいんですけど、知らずに上げていって税務調査があった場合に、住民税や所得税が経費に上げ込まれていれると確実修正申告になるのでお気をつけください。さあ、そしてね、こんだけ税金あるんですけど、まだまだ支払ってるものって皆さんありますよ。こちらはまだあるこんな支払いってことで紹介するんですけど、まず上2つは税金じゃないんですけど、健康保険毎月払ってますよね。こちらの方も毎月支払いが来ます。あと国民年金入ってると思いますので、こちらも毎月支払いが来ると思ってください。そしてこれプラス固定資産税っていうのも来るかと思います。固定資産税、持ち家の方とか、例えば自分の事務所を持っている、自分の持ち物で自分の事務所とかお店サロンを持っているって方は固定資産税がかかります。これは4期に分けてきます。地方自治体、お住まいの地域によって来る時期が結構バラバラです。ご自分のお住まいのところで固定資産税のいつ払うものかっていうのを確認してください。そして最後、自動車税も来ます。これも5月末から6月頭のところもあるみたいで、地域に差があります。自動車税も来ますので、自動車をお持ちの方は税金ラッシュに加えて、こちらの税金に加えて、またさらに財政固定資産税、自動車税がさらにかかってくると思ってください。ですので、かなりの税金ラッシュです。それでは最後に税金対策について紹介したいと思います。これ本当に気をつけてください。収入は全部使わないでください。自営業の場合は会社員と違って税金がすべて後払いの感覚です。後からすべて払うので、入ってきた売上を見て収入をすべて使っていってしまうと、絶対に税金の支払う資金繰りができなくなります。ですので、ポイントと一つした収入はすべて使わない。あと消費税は積み立てをおすすめしています。消費税って売上が1000万以上かかった年の次の次の年から消費税を支払うことになるんですけども、消費税ってかかるな次からと思った時まで2年あるんですね。ですので2年かけて皆さんに、私には消費税を積み立てすることをお勧めしております。最初のね、2年かけて積み立てていくとかなり負担が楽になります。そして売上がガッと上がった翌年は要注意です。所得税、今言ったように自営業は税金が後払いですので、売上がグッと上がった年の翌年は所得税も上がりますし、消費税も上がりますし、あと住民税も上がります。国民健康保険の方は健康保険も上がります。ですので売上が上がった翌年は全てのものが税金が底上げされると思っていただいて、売上が上がった翌年は本当に要注意です。多めに取っておいてください。そのね、所得税の金額をね、税金がいくらなるかっていうのを決めるのが今今期まで12月末までです。ですので節税対策したいなって方とか、気になるな、どうやったらいいんだろうっていう方は、ぜひ動画でね、節税対策ベスト5というものも出してますので、そちらの動画見ていただいて節税対策してみてください。で、今でからできるっていうものをおすすめなのは、やっぱふるさと納税と、あと小規模共済がね、遡って払えますので、そちらの2本なら間に合うんじゃないかと思います。節税対策は年内です。あと経費を使うっていうのも一つの節税です。無駄なものを買ったら結局ね、現金が残らないし、手元に資金が残らないことになるので、あまりお勧めはしませんが、必要なものがあって今年売上がすごくグッと上がったっていう方は、節税対策として何か買うというのも一つの方法です。で、オンラインサロンの方を運営していまして、オンライン上で税理士を味方につけるということで、相談や質問がオンライン上で OK できます。そしてね、顧問料に比べたら圧倒的に安い料金で税理士を味方につけることができます。まあ、お客さんを見ていて気づいたこととか、最新の情報とか、裏話とかですね、に平日毎日メルマガのように投稿しております。定期的にズーム会議の方をやっておりまして、そこでも質問や相談も OK になります。ですので、オンラインサロン気になるなって方は、概要欄に URL を貼っておきますね。ぜひぜひ覗いてクリックしていただいて参加お待ちしてます。はい、それでは本日の動画も以上になります。チャンネル登録よろしくお願いします。あとコメントや感想すごい励みになるので、ぜひぜひこういうところはこうだったとかね、こういうのが良かったとか、どっちかというと褒めてくださると嬉しいです。じゃあチャンネル登録ぜひお待ちしております。それではね、本日の動画最後まで見ていただいてありがとうございました。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。